人間の母乳をサンプルとした初乳と後期乳の比較。パスチャライゼーションで処理された牛乳。乳汁とは、乳、ミルクとも言われる動物のうち哺乳類が幼児に栄養を与えて育てるために母体が作り出す分泌液である。特に母乳と呼ぶ場合は、人の女性が出す乳汁を指すのが慣例である。誕生後の哺乳類が他の食物を摂取できるようになるまでの間、子供の成長に見合った栄養を獲得できる最初の源となる。母親からの授乳を飲む人間の乳児。子ヤギが母乳を飲む様子。ホルスタイン。今日、工業化された酪農業において広く飼育される種。一般の食物は、本来は生体組織や種子などである。それに対しミルクは、食料として作られる唯一の天然物である。ミルクは分泌作用を持つ外分泌腺の一種である乳腺から引き出されている。このことから授乳機構とは原始的には卵の湿度を維持する役目が発達したものと考えられる。この仮説はカモノハシメの生態を根拠に立てられた。授乳の根本目的は栄養摂取もしくは免疫による防御であったという考えが受け入れられている。そしてこの分泌物は進化を遂げる時間の中でその量を増やし複雑な栄養素を含むようになった。最初に授乳されるミルクには母体から赤ん坊へ与えられる抗体が含まれ以後の様々な病気にかかる危険性を低める効果がある。また、ウサギの母乳から子供を乳首に吸い付けさせるフェロモンが発見された報告もある。生乳が含んでいる栄養成分は動物の種によって差異があるが、主に飽和脂肪酸、タンパク質、カルシウムそしてビタミン C を含む。牛乳は水素イオン指数 6.4 から 6.8 を示す弱酸性である。牛の種が提供するミルクは多くの栄養素を含む重要な食品である。2011年、世界中では1億3189万頭の乳牛が飼育され、4億4467万トンの牛乳が生産された。国別ではインドが生産及び消費のいずれも1位であり、ミルクの輸出入は行われていない。ニュージーランド、EU 加盟15カ国、オーストラリアがミルクや乳製品の三大輸出国である。一方で輸入は中華人民共和国、メキシコ、日本が上位3位までに入る。ミルクは特に発展途上国において栄養供給と食料の安全保障の確立に貢献する重要な食品である。家畜の改良、酪農技術及びミルクの品質は貧困問題や世界的な食料問題の解決に大きく役立つものとも考えられている。単語、乳、またはミルクは色や食感が似ている動物由来ではない飲料を表す際にも使われる。豆乳かゆ、アーモンドミルクやココナッツミルクなどがこれに該当する。また、植物に切れ目等の傷を入れた際ににじみ出る樹液等、白色液汁も乳という。また、哺乳類以外でも子供に与える栄養物を分泌する例はある。ハトメの親が若鳥に与えるため分泌する液体も、その乳と呼ばれ、哺乳類のミルクとの共通性も見られる。熱帯魚として知られるディスカスは、雌雄で子育てするが、その際に体表から分泌物を出し、これを子供が食べる。これはディスカスのミルクと言われる。クモ類のヒメグモ科のいくつかのものは幼生に口から分泌物を出して与え、スパイダーミルクと呼ばれる。ミルクを消費する方法には大きく2種類がある。一つは幼い哺乳類が授乳される自然な状態であり、もう一つは成熟した人類が他の動物から得たミルクを加工して食品とする場合である。ほとんどすべての哺乳類ではミルクは赤ん坊に母乳栄養を与えるために直接または一時的に溜めた状態のものを飲ませる。その中で人間は幼年期を過ぎてもミルクを消費する数少ない例外にあたる。ミルクを上飲するグループの中には牛だけでなく家畜化した有蹄類の乳を利用する地域もある。インドは牛乳だけでなく水牛の乳の生産や消費も世界一である。乳糖はミルクの他に蓮葉の花やわずかな熱帯性低木の中だけに含まれるもので、これを消化するために必要な酵素であるラクターゼの数は出生後に小腸の中で最も高くなるが、ミルクを恒常的に飲まなくなるにつれ徐々に減退する。人がヤギの生乳を乳児に与えることがあるが、ここには危険が潜んでいることが知られている。水田回出平衡異常、代謝性、アシドーシス、虚亜化が急性貧血や数々のアレルギー反応などである。牛乳をもとに様々な乳製品が作られている。脂肪を集めて得られたクリームからは生クリームやバター、逆に脂肪を取り除いた脱脂乳からは脱脂粉乳やスキムミルクなどができる。牛乳を濃縮したコンデンスミルク、発酵させたヨーグルト、凝固、発酵させたナチュラルチーズ。それに加熱などのプロセスを経て作られるプロセスチーズなどである。西洋諸国では牛乳が産業レベルの規模で生産され、各種のミルクの中で最も多く消費されている。商業的な酪農では自動搾乳機が導入されており、先進国ではほとんどの牛乳を供給している。そこでは牛乳生産に注力するためホルスタインのような乳牛が選択的に飼育される。アメリカ合衆国の乳牛のうち 90%、イギリスの 80% がホルスタインである。飼われる他の乳牛種には、エアシャー種、ブラウンスイス種、ガンジー種、ジャージー種、デイリーショートホーン種などがある。ヤギの乳からは、チーズなどの酪農製品が作られる。牛以外でも人類は多様な動物を家畜化し、そのミルクを利用している。例えば、ラクダ、ロバ、ヤギ、馬、トナカイ、羊、水牛、ヤクなどである。ロシアやスウェーデンではヘラジカの乳も利用している。全米バイソン協会によると、アメリカバイソンのミルクは商業的な取引こそ行われていないが、ヨーロッパ人の北米移住や1970-1980年に行われたビーファロ種の商業的交雑以降、乳牛の品種改良のために行われる交配に利用されることが多い。牛の乳搾りをする少女。ミルクの最大生産国はインド、次いでアメリカにドイツとパキスタンが続く。発展途上国の経済成長とミルク及び乳製品の販売促進が相まって近年これらの国におけるミルク全体の消費量は伸長している。それに伴い成長市場をターゲットにした酪農系多国籍企業の投資も活発になっている。このような潮流にもかかわらず多くの国でミルク生産事業体は依然として小規模なままに止まり、それのみの収入に頼っていられない状態にある。以下の表は、水牛のミルク生産量を国別に示す。人類が他の動物の乳を定常的に飲むようになったのは、ユーラシアでは新石器革命期に家畜を飼い始めたこと、もしくは農業の革新が契機となった。この新たな食料確保は、紀元前9000から7000年頃の西南アジアや、前3500から3000年頃のアメリカ州でも、それぞれ独立して発生した。牛羊ヤギといった重要な動物の家畜化は、西南アジアで始まったが、それ以降、野生のオーロックスを飼いならす例は、世界中の様々な時と場所で起こった。当初、動物の家畜化は肉を得るために行われたが、考古学者、アンドリュー・シェラットが提唱した考えによると、酪農は、家畜から体毛を得たり労働をさせたりする行為の進展とともに、二次産物革命よりももっと後の前4000年頃に形作られたという。ただし、近年の発見はシェラットの説に反する。先史時代の土器に残る液体の痕跡を分析した結果、西南アジアにて酪農は初期農業段階ですでに行われていたと判明し、その時期は前7000年頃と推定された。西南アジア発祥の酪農は、紀元前7000年頃からヨーロッパに伝わり、前4000年以降に、ブリテン諸島やスカンディナビア半島まで伝播した。南アジアには、前7000の5500年頃に伝わった。搾乳を始めたのは、中央ヨーロッパブリテン諸島の農民たちと考えられる。牧畜や遊牧のような耕作よりも家畜に大きく依存する経済活動は、農業主体のヨーロッパ人集団がカスピ海近郊のステップ地帯に移動した紀元前4世紀頃に発達し、後にユーラシア大陸のステップ気候域に広まった。アフリカの羊やヤギは西南アジアから持ち込まれたものだが、牛は前7000から6000年頃に独自に飼いならしたものと考えられる。ラクダの家畜化は紀元前4世紀の中央アラビアで起こり、北アフリカやアラビア半島では酪農の対象となった。1863年、フランスの科学者、ルイ・パスツールは乳飲料や食品の中に潜む有毒なバクテリアを殺菌する低温殺菌法を発明した。1884年、ニューヨーク在住のアメリカ人医師ヘンリー・サッチャーが、撥水紙の蓋を持つ初のガラス製牛乳瓶、サッチャー、エスコモンセンスミルクジャーを発明した。後の1932年に、ビクター・ W ・ファリスの発明による、プラスチックコーティングされた紙パックが採用され、普及した。ミルクは、球状の脂肪が水を基調とした炭水化物や、タンパク質及びミネラルが含まれた液体の中に分散したエマルジョン、またはコロイド溶液である。含まれる成分は、これを口にする新生児の初期発育を助けるためのエネルギー源、必須アミノ酸を生合成するために、タンパク質から供給される物質、必須脂肪酸、ビタミン、無機元素、そして水である。ミルクの分析は19世紀後半から始まり、近年の分析技術向上によって微量の活性物質も発見されているが、未だ全容をつかむには至っていない。中には、ベータ、ラクトグロブリンのように生物学的に含まれている理由が見つかっていないものもある。乳脂肪は、ミリスチン酸、パルミチン酸、オレイン酸などの脂肪酸から作られるトリアシルグリセロールである。乳脂肪は膜で包まれた脂肪球の形で分泌される。それぞれの脂肪玉はほとんどがトリアシルグリセロールであり、これをリン脂質やタンパク質などを成分とする複合膜が覆う。これらは乳化された状態にあり、各球がひっつき合わないよう保ちつつ、ミルクの液体部分に含まれる各種の酵素と反応することを防ぐ。97から 98% がトリアシルグリセロールであるが、ジアシルグリセロールやモノアシルグリセロール、有利コレステロールやコレステロールエステル、有利脂肪酸、リン脂質もそれぞれ少量ながら含まれている。タンパク質や炭水化物とは異なりミルクに含まれる脂肪の構成は発生の起源や授乳方法によって異なり、特に動物の種族によっても差異が大きい。構造の特徴として、脂肪球の大きさにはばらつきがあり、小さいもので直径 0.2 マイクロメートル、大きいものでは15から20マイクロメートルに達するものもある。この直径の差異は、動物の種だけでなく、特定の個体が分泌した時によっても生じる可能性がある。均質化をしていない牛乳の脂肪球の平均直径は2から4マイクロメートルであり、均質化を施すとこれが 0.4 マイクロメートル前後まで小さくなる。深油性のビタミンである ADE系は必須脂肪酸であるリノール酸などに親和した形で乳脂肪部分の中に含まれる。通常、牛乳は1リットルあたり30から35グラム程度のタンパク質を含み、その約 80% はカゼインミセルである。カゼインミセルは液状のミルク中に存在する最大の構造物であり、表層に界面活性剤ミセルと金貨寄ったナノメートル大のリン酸カルシウム微細粒子を持つ数千というタンパク質分子の集まりである。それぞれのカゼインミセルは直径40から600ナノメートルのコロイド粒子である。カゼイン上タンパク質はアルファー AS1、アルファー AS2、ベータ、カッパマイナスの4タイプに分類できる。ミルク中に含まれるタンパク質のうち重量比で76から 86% を占めるカゼイン上タンパク質や水に不要のリン酸カルシウムのほとんどはミセルの中にとらわれている。ミセルの精密な構造に関して複数の理論が提唱されているが、最も外側の層は、軽カゼインのみで構成され、周囲の流体に突き出ているという考えは共通している。この軽カゼイン分子は、負の電荷を帯びているために、ミセル同士は電気的に反発し合い、通常ならば、それぞれが離れた状態を維持し、水を主成分とする液体の中で、コロイド条件濁液となる。構造モデルの一つは、サブミセルモデルと呼ばれ、小さなサブミセルが寄せ集まって、ミセルを作っているという考えである。これによると、ミセルの内側には、軽カゼイン含有量が少ないサブミセルがあり、これを軽カゼインに豊か無サブミセルが覆いつつ、これらの間にリン酸カルシウムが存在する構造を持つ。他に提唱されるナノクラスターモデルでは、中心にリン酸カルシウムの小さな集合体があり、その周囲に紐状のカゼインが付着している構造を取るという考えであり、この場合サブミセルは作られていない。ミルクにはカゼイン以外にも、ベータ、ラクトグロブリン、乳糖合成に関与するアルファ、ラクトアルブミン、免疫グロブリン、血清アルブミン、ラクトフェリンなどそれぞれの機能を持つ多種多様なタンパク質が含まれている。これらはカゼインよりも水溶性が高いため、大きな構造にはまとまらない。カードを作ると、カゼインが凝乳側に集まるのに対し、これらのタンパク質は乳製側に残る。そのため、乳小タンパクとも呼ばれる。乳小タンパクは、重量比でミルク中のタンパク質の 20% を占める。代表的な乳小タンパクは、ラクトグロブリンである。ミネラルや塩は、様々な種類のものが、ミルクの中では、アニオンやカチオンの形態をとり存在している。これらは、カルシウム、リン酸塩、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、クエン酸塩そして塩素などが含まれ、5から40ナノメートルに凝集している。塩は、カゼイン、特にリン酸カルシウムと強い相互作用を起こす。これは時に、リン酸カルシウムへの過剰な結合を引き起こす場合がある。その他、ミルクは良質なビタミン供給源となり、ビタミン A、B1、B2、B12、K、パントテン酸などはすべてミルクに含まれる。複数の測定にて、タンパク質を捉えるリン酸カルシウムは CA96 の構造を持っていることが示された。しかし一方で、この物質は、鉱物のブルシャイトコポ4から2 H2O 的な構造を持つという主張もある。ラクトース分子がガラクトースとグルコースに分解される簡略図。ミルクはラクトース、グルコース、ガラクトース、その他のオリゴ糖など複数の炭水化物を含む。グルコースとガラクトースの2つの単糖が構成したラクトースはミルクに甘みを与え、カロリーの約 40% を占める。牛属のミルクには平均 4.8% の無水ラクトースが含まれ、脱脂粉乳の固形分のうち 50% に相当する。ラクトースの含有率はミルクの種類によって異なり、他の炭水化物は強く結合して、ラクトースの状態でミルクの中に存在する。その他、未生成の牛乳には白血球や乳腺細胞、様々なバクテリアや大量の活性酵素が含まれている。脂肪球とそれよりも小さなカゼインミセルはいずれも光を乱反射させる十分な大きさがあり、このためにミルクは白く見える。中には脂肪球が黄色オレンジ色のカロテンを含む場合があり、このため例えばガンジー種やジャージー種などのミルクをグラスに注ぐと黄金色、またはクリームのような色調が見られる。乳製部分のリボフラビンはやや緑がかっており、脱脂粉乳やホエーで確認できる場合もある。また、脱脂粉乳は、粒子が小さなカゼインミセルのみが光を散乱させるため、赤色よりも青色の波長をより散乱させる傾向があり、薄青い色に見える。ミルクの成分構成は動物の種によって大きく異なる。例えばタンパク質の種類や、タンパク、脂肪、糖質の割合、ビタミンやミネラルの比率、乳脂肪雫の大きさ、カードの濃度など、違いは、様々な要因において見られる。例えば、このような成分構成は、種、個体、授乳期のどのタイミングかによっても変わる。以下、乳牛の種による差異を示す。これら4種の牛乳に含まれるタンパク質は 3.3 から 3.9%、ラクトースは 4.7 から 4.9% である。ミルクの死亡率は酪農家が家畜に与える飼料の構成によっても左右される。また、乳腺炎に感染すると、ミルクの脂肪含有率は低下する。飲用したミルクから人体が吸収するカルシウムの量に関しては様々な見解がある。乳製品から得られるカルシウムは、ほうれん草のような高いカルシウム-キレート物質を持つ野菜よりも生物学的利用能が高い。その一方で、ケールやブロッコリーなどシュウ酸塩をあまり含まない油菜属の野菜と比較すると得られるカルシウムの生物学的利用能は同等以下である。近年の評価ではミルクの摂取には筋肉の成長を促進する効果があり、運動後の筋肉を回復させることにも有効とする示唆がなされている。ミルクに含まれる2糖であるラクトースは小腸で吸収するためには酵素のラクターゼによって構成をガラクトースとグルコースに分解されなければならない。しかし、すべての哺乳動物は乳離れの後にラクターゼの分泌が減衰する。その結果、多くの人間は成長後にラクトースを適切に消化できなくなる。ただしこれも人それぞれであり、ほとんどラクトースを消化できない人もいれば、ある程度は可能なもの、さらにミルクや乳製品中に含まれるかなりの比率を問題なく吸収できるものもいる。人のラクターゼ分泌を制御する遺伝子は CT-13910 である。世界の 5% 程度の人々はラクトースを満足に消化できない乳糖不対症を示すことが知られ、この傾向はアフリカやアジア系の人々の中でより顕著である。アメリカ人の3000〜5000万が乳糖不対症であると考えられており、その中にはネイティブアメリカンやアフリカ系アメリカ人の 75%、アジア系アメリカ人の 90% が含まれる。乳糖不対症は北ヨーロッパ人にはあまり見られず、その他ではサハラ砂漠のトゥレグ族、西アフリカサヘル地域遊牧民のフラーに、スーダンのベジャやカワビッシュ、ウガンダからルワンダ地域の土族などが知られる。他にも、北インドの人々も同様である。ヒンドゥー教の感情の儀式。インド、カルナータカ州。古代ギリシア神話では、女神ヘーラーがヘーラクレースを引き離した際に溢れた、乳が天の川になったという。聖書にもミルクを意図した言葉があり、カナンの地イスラエルを、乳と蜜が流れる地と表現している。乳は、蜜と並び、良きものの象徴である。コーランのスガルには乳について述べた箇所があり、乳は家畜の中で飼料と血液の中間から生じ、人間に与えられる美味な飲み物だという。伝統的にラマダーン明けには一杯のミルクと乾燥ナツメヤシの実を口にする。仏教では釈迦の説話に断食修行後に口にした牛乳の美味が悟りを導いたとあり、牛乳から作られる醍醐を、仏教の最上の刑法を指す用語に用いている。ヒンドゥー教で行われる勧請では、崇拝する神の像を、聖水やミルクまたは、ヨーグルトなどで清める儀式が行われる。人間の文化において、乳がいかに重要かということは、数々の言語表現に使われることで説明できる。例えば、ザ・ミルク・オブ・ヒューマン、カインドネスという用例がある。一方で、他人を利用するという慣用句もある。様々な意味のスラングでも用いられる。17世紀初頭には、精液や膣液の意味が付けられ、転じて、自慰行為を指すようにもなった。19世紀には変性ある氷を水に混ぜて作られた、安物の酒の名に使われた。他に、詐取する、騙す、他人に送られた電報を盗聴する、そして虚弱なものや腰抜けという意味もある。1930年代のオーストラリアでは自動車の吸気ガスを指して使われもした。ありがとうございます。